門口に刺した柊、イワシは、節分に魔除けとして使われる、柊の小枝と焼いたイワシの頭、あるいは、それを門口に刺したもの。西日本では、やいかがし、やいくさし、やきさし、とも言う。柊の葉のトゲが、鬼の目を刺すので門口から、鬼が入れず、また塩イワシを焼く臭気と煙で、鬼が近寄らないという。日本各地に広く見られる。平安時代には、正月の門口に飾ったしめ縄に、柊の枝と名吉の頭を刺していたことが、土佐日記から確認できる。現在でも、伊勢神宮で正月に売っているしめ縄には、柊の小枝が刺してある。江戸時代にもこの風習は普及していたらしく、浮世絵や工描紙などに現れている。西日本一円では節分にイワシを食べる、節分イワシの習慣が広く残る。奈良県奈良市内では、多くの家々が、柊イワシの風習を今でも受け継いでいて、ごく普通に柊イワシが見られる。福島県から関東一円にかけても、今でもこの風習が見られる。東京近郊では、柊とイワシの頭にさらに豆柄が加わる。また、奈良県吉野町では、一本だたらを防ぐため節分の日に、トゲのある小枝に焼いたイワシの頭を刺して玄関に掲げるという。鬼を追い払う匂いを立てるために、ニンニクやラッキョウを用いることもある。日本大百科全書第19巻小学館、1988年、P376、秋山修和、節分2月3日、金子聡集、今日のお話冬鈴木出版。1984年 P51。ありがとうございます。